はい、こんにちは、沢瀬ひかるです。今回は裏ボスアストロンだけやってたら勝てるらしいという検証動画でございます。でまず装備紹介ですね。で今一番最初主人公は行動中になったじゃないですか。これ実は一番重要でございまして、まずこういう装備形態ですね。まあ武器は何でもいいんですけれども、まずは毎回アストロン MP8 消費ですね、これを回復するために勇者の盾、これをまず装備します。これ MP が毎回10回復します。そして素早さを上げるためにファントムマスクのプラス3、星フルーではのプラス3、2つ、これを装備することでめちゃくちゃ素早さが上がるんですね。でなんでこのファントムマスクと星フルーではかける2が必要なのかというと、こいつらめちゃくちゃ速くてですね、初手で全員やっつけに来るんですよ。なのでとにかく勇者が行動中一番になるためにはどうしたらいいかというと、素早さが一番上がる兜であるファントムマスクプラス3と星フルーではプラス3の2個装備。まあ、今僕はレベル99なんで、まあ、圧倒的に速いですけれども、この装備をしていれば結構レベルが低くても、こいつらですね、裏ボスより先に勇者が行動できる感じになります。そして今回の重要アイテム、こちらミラーアーマー、これプラス3に僕してますけど、プラス3にする必要はありません。でミラーアーマーシリーズおなじみですね。時々魔法を跳ね返すということで 20% の確率で魔法を跳ね返すことができます。でこれドラクエ11の仕様なんですけれども、アストロン中もこの効果がなんとつくんですよ。なのでアストロンであらゆる攻撃を無効化しつつ 20% の確率で魔法を跳ね返すのを待つというただただその戦法でございます。他のやつらはお飾りで、主人公にアストロンをします。はい、これだけ、これするだけで他のやつらはもう防御ですよ。余計なダメージ与える。でもこういう煉獄火炎とかもほら全然効かないでしょ。この最強の物理攻撃もですよ、じいちゃんがもうヒーヒー言ってる間も全くの無効化。しかもアストロンでもバイキルトをしようが何をしようが関係ございません。で鉄の塊しばらく動けませんと、でアストロンなので当然甘い息とかの状態上も効かない。はい、ぶん殴りやバイキルトの強烈な一撃もで、マヒャドデス来る、こういうのを跳ね返したい。で 20% 確率なんで確実には返せないんですね。なので魔法が来るのを、ひたすらね、この仲間たちが、どんどんバサバサ倒れていくのを鉄の塊になって横目で見つつって感じですね。でアストロンが切れたらまたアストロン、これドラクエはねすぐこうやって自分に効果がなるのでこの戦法が有効なんですよね。でルカなんとかかけられても関係ございません。はい、神ちゃんさようなら。こういう魔法じゃないとあんま関係ないですね。グレイグ生き延びんなおい。でドルマドン跳ね返さない、笑ってやがる。やっとグレイグいなくなった。メラガイア跳ね返せ、跳ね返さない。凍てつく波動でもアストロは消えません。おっしゃー、跳ね返した。奥側のやつの魔法跳ね返すと奥側のやつに当たるんですね、人間形態。今手前はね、この竜形態だけれども、なるほどね。で今だいたい開始8分ぐらいでやっと初めの一発目の跳ね返し、しかも裏側にいるやつの跳ね返しがやっと成功しました。なかなか時間かかる戦いだぜ。おいお、跳ね返したメラガイア。ってなわけでね、この竜形態とこの人間状態、まあ鬼状態っていうんですかね、鬼状態のは結構魔法メインで攻撃してくるんですけど、竜形態は割と物理攻撃が多いんで、まあ、なかなかこれ時間がかかりますね。でまあこれこの手法ですね、まあ、僕ちょっと、コメントで、こういう方法ありますよということで、はい、教えてもらっていつもありがとうございます、ろくなし男さん。でちょっと調べたんですけど、この手法、これをやってるとね、確実にこの裏ボスを倒すことが、できるんですけれども、大体ですね5、6時間かかるそうです5、6時間、でこの戦法、まあ、ただ5、6時間かかるとはいえ、この裏ボスをね倒すと手に入るヨーマのバニースーツ、マルティナ専用装備がありますが、それを手に入れるとマルティナがね死んでも蘇るっていうチートアイテムなんですよね、ヨーマのバニースーツ。まあ、だからとりあえずヨーマのバニースーツが欲しいと、
いう方向けにね、で、そして時間を持て余している方、もしくはそれなりの執念をお持ちの方、向けの、戦法でございます。ただ僕は5時間も待っていられないので、デイヤデイで、人間形態が前に出てきても主人公をアストロン形態、消費 MP が2倍になったとしてもアストロンの効果時に MP が10ずつ回復していくので MP はマックス状態を維持と、うん、こういう感じですね。跳ね返せ、よっしゃ跳ね返してわ喋ってる途中で跳ね返すはなかなかだね、うん、でまたこうやってひたすらにアストロン状態を保ちながら、うん、跳ね返しを待つっていう感じですね、はい、ただ私は待っていられないので、やーでい、へい。そして2人登場形態になっても未だアストロンを続ける。ヒットポイントがちょっと減ってるのは1回ミスったからお許しを。よし、跳ね返し。マヒャデドスは全体魔法だけど唱えたやつにしか跳ね返ないんですね。なるほど。地獄神のタイミングよ、待ってられない。てい、うる、これで決まりだ。てい、やはい、同時やっつけ。失わし時の最悪と失わし時の怨念をやっつけた。オーケー。はい、ちゅうわけで172手ですね。うん。まあね、僕反則技を使いましてね、アストロンだけじゃなくてクロスマダンテの併用で、やりましたけれども、本当このアストロン戦法を最初に生み出して5時間というね、検証動画を上げた方には本当もう素晴らしい、心からのもう賛辞を送りたいと思います。まあ僕みたいな、ね、こうアストロンとクロスマダンテなんかをこう併用してやると、まあ今みたいに、うん。わりかし簡単に倒せるかもしれませんので意外とちょっとギリギリでしたね、うん、しかも172点なんだかんだで、はい、かかっておりますが、こんな検証動画でございました。まあ、僕みたいにちょっとね、まあ、ずる賢いことをせずにですね、5時間ちょこちょこちょっと、アストロンで、やっつけることできますね。どうしてもやっつけらんねえ、でもなんとか意地でもやっつけて、バニーちゃん、水色のバニーちゃん姿の、妖魔のバニーちゃん姿のアルティナを見たいという方はぜひ、ご活用ください。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。お相手は澤瀬ひかるでございました。コメントくれた方本当にありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね、バイビー。